こんにちは、ネスト福知山の外科です。今日は昨日の宗教の起こりっていう話の、続きで、インドの仏教のお話をしたいと思います。仏教を始めた人は釈迦って言います。お釈迦さんとも言われますね。本名はガウタマ・シッダールタっていう名前ですけど、釈迦族という部族のカピラ国っていう国の王子様だった関係で、まあ俗に、ね、お釈迦さんと、ね、愛されているわけです。でその人がどんな人だったのかっていうことを、お話ししたいと思います。宗教を初めから作ろうと思って作った人は誰もいないんです、ね、みんな悩んで大きくなったっていう言葉がありますけど、お釈迦さんもある時からすごく人生生き方を悩んで悩んで悩み抜かれた末に、まあ悩み抜くことを諦めて、まあどうでもええかいうふうな生き方をするんではなくて、突き詰めて人生とは、人間とは、社会とはこうじゃないかなと提案できるような材料とか答えを、つかまれたんですね。まあ、それが、宗教においてのその何て言うんですかね、うん、悟りっていうようなもんだと思うんですけどね。お釈迦さんの、まあ、生い立ちから、話をしながら仏教の中身やら教科書の中身にも触れていきたいと思います。ではよろしくお願いします。で、お釈迦さんというとカピラ国の王子様でした。まあ言ったら、将来は王様になれますよということが約束されている、何不自由ない幸せな人でした。奥さんももらわれて幸せに家庭を築いています。子供も設けられておりました。でそういう方から見ると、周りの人はね、なんせなんかこういろいろとモヤモヤと、あるいはのた打ち回って苦しんでいるもんだなというふうに見えるんですね。人っていうのはみんな苦しんでるなというのをなんか人間観察みたいな感じで感じられました。で王様になる人ですから、何をしてやればいいんだろうとかね、どういうふうな、アドバイスをしてあげればいいんだろうとかね、そういうことを、考える人になっていきました。で、ある時ね、その心の中のそういう思いをもう行動に移すきっかけが続いて、思い切ったことをするんです。苦しんでいる皆の衆を助けるためには何をしてやればいいんだろうと、答えが今のところわからないんだけど、それを、とにかくわかるために自分は修行に出ようっていうふうに考えられるんです。29歳の時です。でものすごい、全てのものを捨てていくっていうような感じで出家をされました。家族を捨てて、奥さんも子供も捨てて、厳しい修行に打ち込まれていきます。数年間厳しい修行に打ち込まれていって、その当時のお釈迦さんを題材にした仏像なんかはもうあばら骨が浮き出てきて、ガリガリで本当に怖いような、気持ち悪いような、そういうような仏像がインドにはあったりします。でところでね、その修行がうまくいったのかどうかというと、実は失敗したんです。厳しい修行をしないと答えが見つからないと信じて疑わなかったお釈迦さんは、自分の肉体を追い詰めしてガリガリになっていったのね。で、とうとう行き倒れてしまったんです。でそのまま
放っておかれたら多分死んでしまったと思われます。餓死というかね、そういう形で、のたれ死んでしまった人になったんだと思うんですけど、たまたま、そこを通りがかった、女性、赤ちゃんを産んでもうおっぱいが溢れ出て困るわっていうようなほどの女性が通りすがって、この倒れた人に私の母乳でも含ませてあげたら喉の渇きぐらいはなんとかなるのかなと思われて、その女性スジャータさんというんですけど、スジャータさんはお釈迦さんにおっぱいを含ませてあげるんですね。でもうこれは偶然としか言いようないと思うんですけど、その時に、お釈迦さんは、目を覚まされと、意識をなくしてたのが意識が戻ってきた、そういう経験をされています。でその経験はお釈迦さんの考え方をがらりと、変えました。それまではどこかで自分は一番上の人間ということで苦しんでいる人たちを下に見てたわけですね。どうしてやったらいいか、答えを教えてやろう、その答えを見つけるぞっていうのはそんな感じだったんです。ところが何にも分からずに、ね、女性の赤ちゃん産んだばっかりの女性の母乳に助けられただけやんかと、何を偉そうなことを私は思ってたんだろう、私は真面目なことを考えてる、行動してるって言うけど結局偉そうにしてただけで違うんかっていうようなことをすごく気づかれたんです。でそれからもう一度反省のやり直し、人間にとって生きていく上で大事なことって何だろうというようなことをもう一回見つめ直そうと、ね、失敗の中から考えられます。で一つは苦しい修行、苦しければ苦しいほどいい答えが見つかるなんてことはないっていうことです。それから当時のインドは身分差別の社会、カースト制度の社会でしたけど、人間はみんな一緒、人間はみんな一緒、バラモン教の教えはもう極端に、細かな細かなことになってました。右手が例えばね、右手が綺麗な手、左手は汚い手、ね、頭が優れた部分、足が愚かで汚らわしい部分とかね、だからそんなことを何を細かなことを言ってるんだというようなところまで生活を規制縛ってたんです。だから、インドのヒンズー教徒の人は右手で、手づかみでご飯を食べられます、口に入れられます、ね、お尻を拭く手は左手です、ね、というような感じ、それをきちっと分けてた。いやそやけどそんなん分けんでええやんちゅうわけです、ね、お釈迦さんは右手と左手を合わされます。合わせてどうにもなるっちゅうわけじゃないやろが、ね、ご飯をいただくときにいただきます言って言うんですけど、それは、ね、命をいただくことへの感謝の気持ちを素朴に表現するというかね、そういう良いたしなみでしかないわけです。でそれを右手と左手を一緒にしたらあかんとかね、何を言うとんじゃっちゅうわけです。だから、お釈迦さんは右手も左手もあらへんと、ね、バラモンもバイシャもシュードラもあらへんと、ね、カースト制度は反対やっちゃうんですね、人間は平等やと、そういう事柄を、気づかれている。そして最終的には大事なことは喜びを与えること、それから悲しみを取り除いてあげること、もうこれに尽きるんやと、喜び、人に喜びを与えることを
慈しむっていう。で、悲しみを取り除く。要するに慈悲、ね、慈悲の心、お慈悲の心、優しい心って言いますかね、うん、そういうことが大事なんだと、そういうことが大事だということを分かっていたら、うん、きっと人生いろいろあっても、まあ、なんとかなっていくんだよっていうのは、そういうような、気づかれたことを30代半ばで気づかれた後、80歳過ぎで亡くなられるんですけど、寄ってこられた人たちに人生の救いの言葉として語られ続けたっていう、それがお釈迦さんなんです。だからお釈迦さんは一言で言ったら、古代インドの常識に挑戦して本当に人間として世の中で生きていくのを、一人一人の人間として大事なことは何なのかということを、ね、探ろうとした人だというわけです。あ、なるほどなというわけで、多くの人が、彼のもとに集まりました。お弟子さんを通じても、大勢の人に広がりました、教えはね。でところで、東南アジアの方にも、伝わっていきましたし、このお釈迦さんの教えはシルクロードを、シルクロードがもうやがて、出来上がっていきますので、シルクロードが開通すると、シルクロードを通じて中国から陸続きで朝鮮半島、そして日本なんかへもお釈迦様の教えは伝わっていきました。まあ、ところどころで、その地方その地方独自の、発達というか違いも生まれてくるんですけど、お釈迦さんのベースとなっている教えというのは慈悲の心です。